今日はですね、こちらを紹介したいと思います。表参道にあるユニケースっていう iPhone アクセサリーとか販売しているお店で買ってきたんですけれども、スマートポップストラップっていう様々なケースに対応する、まあ、ストラップタイプのアクセサリーを買ってきました。最近ですね、こういう風なファッションしてる方ね、多く見かけるかなって思うんですけれども、首からね、こうやってぶら下げたりすることができるようなタイプの、まあ、ファッション性、機能性に優れたストラップタイプのアクセサリーとなっています。で、ユニケースで買ったんですけど、価格は税込みで4180円でした。まあ値段はね、ぶっちゃけ高いんじゃないかなって思いましたけど、ファッション性の高いデザインと色味に惹かれて購入することにしました。で、僕は今ですね、こちらナッシングフォン1、このスマホをですね、使っています。で、非常に気に入ってるんですけれども、やっぱりね、このツルツルとした側面と背面なので、ツルってこう落ちてしまいそうなのが、まあ、ちょっと怖いんですよね。一緒に買っていたこの純正のクリアケース、このクリアケースがですね、この充電端子の部分が綺麗にくり抜かれているタイプのケースなので、このストラップと相性がいいんじゃないかなということで、まあこれとね、組み合わせて使いたいなと思って買ってきました。そしたらとりあえず開けていきたいと思います。中身はこれだけですね。こんな感じになっていて、結構ね、長い感じですね。こんな感じになっています。で、紐はですね、結構太いかなって感じで、しっかりとしていますね。で、この斜め状に入った黒いステッチ模様みたいなのが、またね、ちょっとおしゃれな感じになってますね。そして、長さを調整するような、ストッパーっていうんですかね。なんか、こういうのがあって、先端の方は、ここは完全に縫われてる状態のもので、カラビナフックがあって、で、これはね、あ、これがあれか、ケースの、ここら辺に貼り付けるものですかね。こんな感じになりますね。こうやってやるのかな。うん。という商品となっています。なので、これがないと、要は装着することができないんですよね。どうやって使うかっていうと、お手持ちのケースに簡単に装着できますって書いてあるんですけれども、要は、これをこういったケースの下のね、この端子の穴に、うまーくこうやって通すことによって、ここに飛び出たホックを装着すると。で、これによって、首掛けできたりとかね、肩掛けできたりするっていうね、そういったアイテムとなっています。なので、これ注意しなきゃいけないのが、やっぱりこのケースがですね、時々ね、ここが繋がっていないもの、開いちゃってるケースがあるんですよ。ここが開いちゃってると、ここがね、スッてこう抜けてしまいますので、そういったケースには対応していないっていうのが注意点ですね。ただ大抵のケースはここ繋がっていますので、まあ、iPhone、Android 問わず使えるんじゃないかなと思います。で、付属品がね、まあ、これだけなんですけど、今ね、こうやって気づいたのは、結局クリアケースにこれ貼っちゃうと、このなんかあんまかっこよくないデザインのロゴがね、入っちゃうのが残念ポイントかなと思うんですけども、まあそこは我慢するしかないかなって感じですかね。透明なパーツとかついてたらいいんですけど、そんなのはなさそうなんで、一旦貼っていきますか。これが剥離フィルムになっていて、これってでもどういうことなんだ？こう貼るとロゴはこっちだから、真っ黒いのが外側に出るって感じになりますよね。で、一方でこれを本体に貼ったとしたら、ちょっとダサいよね。これは、ちょっと悩ましいな、使うの。かといって、黒くなるのもちょっと嫌だしな。どうしよう。この状態で、こうやってケース入れると、一応ね、入るんだけど、ちょっとやっぱ盛り上がっちゃいますね。ここが異常にずれちゃうな。これは、お手持ちのケースに使えるとは言っても、この厚みのせいで、ケースによっちゃね、こういう風に、ボタンとか全部ずれちゃうので、ちょっと微妙かもしれないですね。で、見た目がね、こんな風になっちゃうのが、かなり残念。まあ、一旦ちょっとこの感じで使っていきたいと思います。装着するとこんな感じですね。
長さの調整ができるので、ここで結構ね好きな位置に持ってこれるっていうのも嬉しいポイントですね。そしてやっぱりファッション性が優れているので、こうやってねファッションの一部として身につけるっていうのがすごくね向いてる商品かなと思います。操作してすぐ離しても OK、 落とす心配がいらなくなりますよね。そして長さの調整をするとこんな感じでショルダーバッグ感覚で使うことができます。こうやって見ると意外とかっこいいかなって感じするんですけど、やっぱりこのロゴの部分、このパーツがいまいち感あるなっていう感じなので、なんかここだけ別なメーカーのものを取り替えるとか、代用品を見つけたらそっちに変えるとかした方がいいかなと思いますね。できればここ透明な方が良かったですよね。なんかそこだけ残念ポイント。まあ、ただこのねストラップ自体の頑丈さとか、あとこのデザインの作り込みとかは結構僕は好みなので、その辺はいいんだけど、ここだけすごい残念ポイントかなという感じですかね。まあ iPhone、Android 問わず使えるアクセサリーとなっていますので、ここだけね許容できるって方はですね、ぜひですね買ってみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。パラフでした。